モスクワ会談の際、チャーチルがスターリンに手渡したメモ用紙、パーセンテージ協定とは、1944年10月のモスクワ会談において、イギリスとソビエト連邦の間で合意された第二次世界大戦後のヨーロッパにおける勢力範囲を定めた協定である。1941年の独ソ戦開始以降、イギリスとソ連は連合国として同盟関係にあった。しかし、 ソ連が独ソ戦で有利に立ち始めると、独ソ不可侵条約及びドイツソビエト、境界友好条約によって獲得したバルト3国の支配権承認を要求する一方、イギリスが主導していた、ポーランド、チェコスロバキア両亡命政府によるポーランドチェコスロバキア国家連合構想に反対し、破綻に追いやった。このためイギリスは、ソ連が戦後東欧における排他的な、 影響力確立とフリーハンドを目論んでいるという観測を抱くようになり、イギリス首相ウィンストン・チャーチルもイギリスにとって重要な問題はもはやドイツではなくロシアであるという見解を持つようになった。さらにアメリカとソ連の関係が密接になり、フランクリン・ルーズベルト大統領が東欧におけるソ連の勢力拡大を認める意向であることがわかるとソ連がアメリカと イギリス抜きで協議する危険が生まれた。イギリスは戦後における発言力維持のため、またアメリカを牽制する必要からも、東欧問題についてソ連と独自に交渉を持つ必要に迫られた。一方でソ連は国会の防衛上からルーマニアを重視しており、独ソ不可侵条約の交渉デモにルーマニアに対するソ連の影響力拡大を主張していたが、ドイツ側の拒否にあっていた。 この姿勢は、独ソ戦以降も変わらず、1941年12月に、モスクワを訪れたイギリス外相、アンソニー・イーデンに対して、ルーマニアへの海軍基地設置を要求している。1944年に入ると、ソ連軍は戦線を一気に押し戻し、8月に行われたヤッシーイコールキシニョフ構成によって、ルーマニアやブルガリア、そしてユーゴスラビア、ギリシャをも伺う,うようになった。 さらにソ連はギリシャ国内の共産主義ゲリラギリシャ人民解放軍を支援しておりギリシャの共産化も危惧され始めたギリシャはイギリスの地中海におけるシーレーン防衛の要であり外務省内部ではイギリスギリシャトルコの大祖地中海同盟結成を主張するグループすら現れたチャーチルはこうした敵対的政策は取らず5月下旬にイーデン外相に ソ連大使を訪問させ、ギリシャに対するイギリス、ルーマニアに対するソ連の影響力を認める勢力圏の策定を提案した。この協定はアメリカの承認を経た後に6月下旬に合意が行われたが、勢力圏の構想を嫌うアメリカは協定の有効期間を3ヶ月とするよう制約を加えた。10月には合意の拘束力が消滅することになるため、 イギリスとソ連は再度包括的な交渉を行うことになった。1944年10月、チャーチルとイーデンはモスクワを訪れ、ソ連指導者、ヨシフ・スターリンと協議を開始した。10月9日にチャーチルは戦後ヨーロッパにおける勢力比率を次のように提案した。チャーチルはイギリスは地中海の主導的パワーでなければならないと主張し、スターリンも 地中海ルートを掌握できないことはイギリスにとって深刻な問題であるとこれを認めたが、もしイギリスが地中海に利益を保持しているならば、ロシアは同様の利益を国会に有していると、ルーマニアに対する権利を主張した。会談の焦点の一つは、ブルガリア問題であった。スターリンはブルガリアも、国会の安全保障に重要であるとし、より大きな影響力を求めた。 イーデンが拒否すると、イギリスは何かを恐れているのかと挑発し、会議は険悪なムードに包まれた。その後、イーデンとソ連外相、ビャチェスラフ・モロトフは3日にわたって交渉を行い、結局ソ連が80%の影響力を持つことで合意が行われた。また、同様に国会と地中海に面したトルコ問題も協議された。トルコは、 第二次世界大戦で中立を保っていたものの、ボスポラス海峡、ダーダネルス海峡のドイツ船舶通行を容認していた。このためソ連はトルコに海峡管理権を認めたモントルー条約の改定を主張したが、チャーチルはソ連側の要求をあっさりと受け入れた。しかしアメリカは秘密協定による解決を好ましく思っておらず。 ヤルタ会談最中の1945年2月9日に解放ヨーロッパに関する宣言を発表して民主的な自由選挙によって国家の体制を決めるというエソ両国の保障を取り付けた。このことはイギリス勢力圏にとっては不利ではなかったがソ連勢力圏にとっては不利となるものであった。ソ連はルーマニアやポーランドでの自由選挙を妨害し、 排他的な勢力権確立を目指した。一方でチャーチルはパーセンテージ協定と解放宣言の板挟みとなり、また軍事作戦で占領した国がその後の占領行政で排他的な管理権を持つという排他的占領管理が1943年の米英軍によるイタリア占領によって前例となっていたこともあり、ソ連に対して抗議できなかった。イギリスはアメリカに接近して、 事態を打開しようとしたが、アメリカはソ連との関係悪化を懸念し、バルカン問題に積極的に関わろうとはしなかった。やむを得ず、イギリスは平和条約の締結によるソ連軍撤退までギリシャトルコ以外のバルカン諸国に関与することを断念せざるを得なくなった。しかしソ連はさらに地中海に対する野心を明らかにしていった。 1945年3月19日にはトルコに対してソ連トルコ中立不可侵条約の破棄を通告し、カルスとアルダハンの割動と海峡地帯における基地の提供、さらにモントルー条約の改定を要求した。さらにポツダム会談では、レバントやタンジールの統治問題も議論しようとし、イギリスと激しく衝突することになった。ここに至ってアフリカ、 中近東における権益を維持しようとするイギリスと勢力を拡大しようとするソ連の間で英ソ連戦と呼ばれる状況が生まれパーセンテージ協定によってソ連の勢力拡大を抑止しようとするイギリスの目論みは完全に追え去った。さらにその後も続くソ連の拡大政策はアメリカの警戒を招き冷戦へとつながることになる。ありがとうございます。